岩黒秀夫は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍少将。陸軍中野学校設立者であり、戦後は、京都産業大学設立者として、理事を務めた。広島県秋郡倉橋島出身。倉橋島は、海軍兵学校があった、江田島の隣の島である。広島中学校から、名古屋陸軍地方幼年学校。 陸軍中央幼年学校本科を経て、1918年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、不評商委任官、北越の柴田不評第16連隊付となる。すでにこの頃から試作制に、美美参税を始めたと言われる。1919年9月、シベリア出兵、1年余りにわたり艦治のパルチザン戦に参加。 続いて1921年8月には台湾府評第一連帯付けとしてネッチの体中に赴任。成績は優等ではなかったが1922年に山形有友が死に長州出身者が陸軍大学校試験の面接段階で全員落とされるという時の勢いに助けられ陸大入学。1926年12月陸軍大学校終了。 1928年陸軍の物流を管理する整備局統制下に勤務。1929年から整備局に関わった小磯国秋少将の超鎮持ちとなる。片た1930年に結成された陸軍内の青年将校の結社、桜井に参加国家改造案の研究を行う。アホーらしくて行く気にならないと言っていたという説もある。満州事変の 翌1932年8月、小磯に壊れ、満州に出向関東軍参謀、台湾事務局事務官として、新国家満州国の組織の整備、及び産業の育成など経済事務の骨組み作りを担当。計画経済の優位を諸政風に信じた岩黒は、株式会社であった南満州鉄道を国有化しようとして、松岡洋介や、 内地の財界人の反発を買う。同局職参加では、渡辺武氏と机を並べて、仕事をした。いかなる分野でも、明暗尽きることなく、溢れ、名文章のペーパーにも変換できる、奇抜な軍人であった。1934年1月、東亜産業協会の理事に就任。陸軍中野学校のぼりと研究所1941年1月8日に、陸軍大臣。 東条秀樹が自達した訓令、先人訓は岩黒が発案したと言われる。昭和通称このほか、その在任中に、辰巳英一佐皿と総力戦研究所の設置、陸軍機構本部の新設、日独位三国同盟工作の締結促進、航空軍備の拡張などを実現させ、暴力の岩黒との異名を取った。なお、暴力という言葉は、当時の日本陸軍用語であり、 兵を動かすことなく、目的を達成することを意味しており、現代におけるように、陰出、卑怯というようなイメージは、陸軍部内では皆無であった。特定の軍事目的が生じたとき、将官たちの間では、武力でやるか、暴力でやるかというような、使われ方をするのが通例であった。しかし、当時、すでに日本の諜報活動の事実上の、 総責任者であった岩黒は、暴力というより、むしろ、工作活動というべきだろうと言っていたという。連邦捜査局は、秘密裏に、岩黒らの行動を監視したと言われている。中米大使、野村義三郎らと、日米海戦回避のためのこの絵踏み丸日本首相と、フランクリン・ルーズベルト米国大統領との、日米首脳会談の実施などを柱とする。 日米領海案の策定を作成する。この領海案には岩黒の思想がかなり盛られていた。しかし、非公式だった領海案が表に出ると外務大臣松岡洋介からこれを保護にされる。総府は松岡の留守を狙ったという岩黒の計りごと略説があるが、当時の慌ただしい国際情勢の中、たまたま時期が重なっただけで岩黒、野村、 井河原は国務長官のコーデルハルも認めるほど誠実かつ真剣に日米和平を追求しており、スパイ活動などとは一線を画している。むしろアメリカにいた岩黒、野村らの方が報読した松尾から外務省が展開する新独数軸外交一辺倒の姿勢に驚愕させられたほどであった。暴力説は外務省の当時の底を正当化するために戦後ルフ。 された風雪に過ぎないという見方が有力である。岩黒はその後の野村と春との会談にも同席し、交渉を続けたが、6月に独祖が改戦してしまい、米国にとって領海案は急ぐ、必要のないものとなった。岩黒は帰国し陸軍省、海軍省、参謀本部、軍令部は優に及ばず、区内省へも足を伸ばし世衝を続けた。 新庄県基地大佐からの報告書をもとに、アメリカの物的戦力表は、以下の日米の比率で明らかでありましょう。鋼鉄は1対20、石炭は1対10、石油1対500、電力は1対6、アルミ1対6、工業労働力1対5、飛行機生産力1対5、自動車生産力1対450でありますと、数字を上げ、もし、日米が戦い、 長期化したら賞賛は全くありませんと付け加えた。だが大勢は参謀本部での会合でも日米海戦は避けがたいというのが堂々と述べられるほどで岩黒が賞賛があるのかと反問するともはや勝敗は問題ではないという暴論が返ってきた。非戦論の多い海軍もやがて主戦派の対等となって不調に終わり岩黒は天を仰いで嘆いた。8月時下談判した。 陸軍大臣、東条秀樹に、この F 表第五連隊長への転出を命じられた。しかし、岩黒と共に、日米交渉に携わっていた、井川忠夫は、新庄大佐は、米国の退日準備は、数年遅れており、今戦争しても少しも心配ないと言っていた、岩黒大佐も、日米の話がどうせまとまらないなら、1日も早く、開戦する方が、 日本の利益だという意見であったと述べており、新庄や岩黒が改選に絶対反対だったかは不明である。また、岩黒はこの F 表第五連隊長への不任を対米回避を訴えたための左遷であると考えたとしているが、それは岩黒の帰国前からの予定人事であり、帰国後の報告内容とは無関係であるという複数の証言もある。ただし、そうした証言も、 岩黒の命がけの行動が評価されることに対する厄か味や改善に至る経緯を粉飾するためのものである可能性は否定できない。なお、独祖戦開始により岩黒、野村と春らの定期的な交渉が暗礁に乗り上げたとき、春は今後どんなことになっても君たちの真剣な努力は忘れないし、君たちの安全は私が保証すると述べたという。事実、戦後、 アメリカ軍に取り調べを受ける岩黒であったが、イギリス側は岩黒らが対戦中に展開したインド独立工作に対する恨みから執拗に引き渡しを要求する。文字通り矢の催促であったという。シンガポールに連行して軍事法廷にかけるというのである。しかし、アメリカ側はまだ東方の取り調べが済んでいないと、ガンとして引き渡しを拒否している。 岩黒は、春が守ってくれていると周囲に漏らしていたという。伊川忠浦の回想によれば、当時のアメリカ国務省に優秀な人材がいないことに悩んでいた春は、私にも、あんな優秀な部下がいたらどんなに助かるだろうとよく、漏らしていたという。太平洋戦争開戦後は、南方軍総司令部府となり、南方作戦に従事。この F 表第5連隊長として、 マレー作戦を戦い左足に貫通獣装を追う。シンガポール攻略と同時に、インド独立協力機関の長として、インド国民軍の組織と指導、自由インドカリ政府の樹立に関与した。参謀本部第八課出身の藤原岩師少佐、率いる藤原機関と共に、これを成功させ、稲の結成で、F 機関は岩黒機関に奉願され、岩黒機関には、 多数の中野学校出身将校のほか、松前茂義、水野茂良なども加わり地下活動をしている人たちの心は地下活動をしたことのあるものが一番わかると言っていたという機関員は政治五百人と言われた。工作はラース・ビハーリー・ボースとエーム・ナイルと岩黒の三人の話し合いにより主に進められたが、無分別な言動を取るもう半身ラシュビバリに、 震源し、悲鳴、さらに軟禁させたことで、ラッシュビバリは、日本の操り人形と見られるようになり、さらにラッシュビバリが体調を悪くしたことで、岩黒機関は、チャンドラボースを迎えるため、ボースと信仰のあった、山本里大佐に引き継がれ1943年、後期間と解消された。後期間の命名は、岩黒であった。岩黒と折り合いの悪かった。 東条秀樹らの主導により実現した、こうした岩黒外しの人事は誤りで、インド国民軍並びに、インド独立連盟をめちゃくちゃにしたという見方もある。岩黒は、F 機関の辞責について、藤原はみんな自分がやったように書いているが、オーバーであり、嘘のかは、インドの独立ということは、F 機関がやったことではなく、私と次の二代の機関長がやったことと述べている。同年少々。 スマトラ島の第25軍政幹部に移動し、参謀副長、第28軍参謀長を歴任した。水野茂雄以外にも、戦争中に出国した佐野学鍋山育ちから転校した共産党幹部の身柄をもらい受けて、暴力活動に使った。終戦の直前、陸軍兵器行政本部付に発令され、ビルマペグーさん中より単独帰国。 終戦後20年間の実績はそれほどはっきりしていない。この間、開戦前の日米交渉に加わり、新米非戦派と目された経歴から、日本陸軍と米軍の連絡係として活動、ベトナム戦争の準備情報工作等に関与したという説、戦後は GHQ の情報部門 G2 と深く関わり、 旧陸軍特務機関系の右翼人脈のリーダー格として暗躍したという説があるが、日頃はむしろ在海人や行進を哲学的に指導することに熱意を示し、戦争哲学への傾倒など、哲学的な施策に多くの時間を費やしたとされている。自衛隊が創設されるとき、吉田茂から参加を流されたが、配軍の将、兵を語らずと誇示したという。 1965年、荒木としめ、小野良介らと京都産業大学の開学に関わり、初代の世界問題研究所長を務めた。日米交渉の時、仲介に立ったメリノール会のジェームズ・ E ・ウォルシュ司教が、中国で行方不明になった時、日米覚書貿易関連の所要で訪中する、古い君を通じて、州恩来に、ウォルシュ神父の安否を聞いて確認してもらったりもしている。 中華人民共和国の習恩来首相の回答は調べたがわからなかったであったという。実際には、ウォルシュ司教は中国共産党政府により拉致監禁されており、米中国交回復に先立つヘンリー・キッシンジャー、国務長官の秘密交渉により、拉致監禁された日から12年後に香港で解放された。また、戦後、富士山系グループを作り上げた水野茂浦をはじめとした。 財界人のアドバイザーとしても活躍。戦後自民党右派のブレーンとして活躍し、沖縄返還交渉の黒子として、日米密約の中介者として、有名な京都産業大学教授、若泉隆氏は、岩黒の愛弟子とも言える存在であった。沖縄返還交渉自体、岩黒が若泉を自民党の椎名悦三郎に紹介して開始したとの話も伝わっている。 中日米国大使も務めたエドウィン・オー・ライシャワーと、若泉が談笑しているとき、ライシャワーがふと述べた、この度アメリカは、小笠原を返還しますが、だからといって沖縄まで返せと言われたのでは困りますよ。という趣旨の発言を、若泉隆が岩黒に報告したところ、岩黒は、それは、ライシャワーさんが謎をかけているんだよ。今すぐ、沖縄返還を要求しろというメッセージだと、 その足で若い泉を旧地の自民党議員、椎名悦三郎のところに連れて行き、この男に返還交渉をやらせてくれと述べたという話が伝わっている。日常生活では、毎朝通勤ラッシュの終わった頃、何冊かの書籍を風呂敷に包んで出かけ、夜は遅く帰宅、時に一人息子とその友人を連れて、 インド独立工作で知り合った AM ナイルが銀座に開いた銀座ナイルレストランで食事をし、ナイルらと王子を忍んで談笑する姿も見られたという、酒は全くと言っていいほど飲まなかった。晩年は、心筋梗塞の発作に悩まされ、1970年に死去。74歳没。ありがとうございます。